い闇が出てくるわ。君ってやつは。よかった、本当に。まったくもう、最後まで心配をかけて。やりやがったか。なんだ、どうした。そういえばミリアムはここにいるよ。心配させるな。勝負は灰の勝利。これで全ての決着が。ミリ、あ、やっぱりそうなっちまったか。それって何とかなりそうだな。ナリマール、いけそうか。うん、全ての力が集まった。今なら大気圏外も余裕だろう。大気圏外。ま、そっか、抑えられないんだね。呪いの本体、黒きイシュメルガの悪意を。ああ、よこせよこせ。我のものだ、すべて。これが父やドライケルステイを蝕んできた者の正体。黒の思考システムが悪意に目覚め、独自の精神生命体へと進化した者。自らが神にならんとして呪いを振りまいてきた絶対悪の結晶だが、黒の本体と分離され、この次元に顕現した今こそ葬り去る唯一にして絶好の機会だ。そんなのダメだよ。何か方法はあるはずだ。てめえふざけんじゃねえぞこら。ああ、諦めるのは早い。イシュメルガの干渉が弱まったのが原因だろう。アリサ、すまなかった。10年以上ぶりになるのかな。父様。リン君、ギリアスさんは最後まで諦めなかった。元凶とともに大いなる一のみをこの次元に顕現させる方法を。聖獣たちの加護を得た君ならばきっと。まさかあれはこの時のための。うん、試す価値はあるだろう。大いなる位置は錬成間近。元凶と共に檻に封じるがいい。お主の魂に絡みついているものを皆の力も借りて引き剥がすことによって。ああ、迷ってる暇はねえ。
の思いをそなたに届ける。僕たちだけじゃないよ。黄昏の儀式を逆利用して帝国中にいる皆さんからも。教官、ダメ元ですよ。だからどうか、どうか諦めないで、リーン。わかった。みんな頼む。儀式を解析、広域霊視ネットワークを構築します。ロゼン、ディータ、他の連中にも手伝ってもらうわ。ブーストするよ。皆さんの思いをリーン教官のもとへ。この光、そうか、そこまで成し遂げたか。エリゼちゃん、皇女殿下。はい。兄様は私たちが絶対に守ります。リーンたち7組と同じ霊力による結びつきか。ああ、彼らの存在を感じる。アーティファクトとアークス2を介した広域霊視ネットワークでしょう。うん、ここが最後の分岐点だよ。頑張ってください、リーン教官。ミュゼちゃんたちも。くそ、俺たちもとにかく急ぐしかねえ。待っててくれ、リン、アッシュたち。私たちの力も貸すから。シュバルツァ、ここが剣士の意地の見せ所ですわよ。ここを乗り越えれば、叶うはずもなかった未来を引き寄せることもあるいは。だったら引き寄せるしかねえだろ。リン君たち、待っててくれ。君たちならば、いや、私たちならできるはずだ。ええ、お嬢様たちの未来と私たちの未来も共に。トーマス・ライサンダー、間に合ったらよろしく頼むぞ。ええ、箱使いの名にかけて。ここが踏ん張りどころだな。あなたたちは。そうか、鬼神の力とともにバリマールの中に。ええ、ここまでの戦いも見届けさせてもらいました。リン、あなたたちの力見せてみなさい。待っているフィーたちのためにもな。ああ、それこそが我々にないお前たちの力。ああ、お前たちの全てを合わせて今こそ成し遂げるがいい。そこにいる忌まわしくも哀れな黒き炎との決別を。ドライケルス、貴様、我を哀れになどった。ああ、彼は我、我は彼、なれどなれは我らにあらず。これは行動無駄なあがきを。
八王一刀流、七の型無無双神器合一。いや、ここからだ。シメルナの四面体。ああ、そして聖獣の檻に封じられることで巨大な力と融合した。あまりにもわずかな可能性だが、この次元で滅ぼせる唯一の形態として。そういうことか。再錬成のため数十分の1くらいの力だろう。だが放置すれば文字通り世界を滅ぼすくらいに成長するはずだ。冗談じゃないわ。させません。ああ、だがいくらなんでもあまりに大きすぎる。バリマールたちは出力急激に低下。すまぬ、再錬成に持っていかれたようだ。くっ、そうなるかよ。なんとか俺たちだけでケリをつけるしかない。そなたらだけではない。この声は文校長。まさか精霊の道をつないだら、これよりそちらに転移する。箱で足場を用意するので存分にやってください。あら、翼よ、我らはあの地。お待たせ、リン君たち。助立ちする。全身全霊を持って。君たち7組の力となるため、受け継ぎし意志を示すためにも。露払いは我らに任せるがいい。レーシネットワークを構築した。こちらも支援する。遠隔オーダーでお手伝いします。ですから兄様、皆さんお願いします。どうか無事に戻ってきて。悪いな、俺らもオーダー程度だが。どうかブーンを、その手で未来を掴んでください。ゴー！
ようね。気をつけて。難敵だ、気合を入れよう。少しは楽しめそうだな。俺の番だな。せいっ、今だ。あまあまで、よし、はっ、いくよ。はっ、そこだ。もらった。レンの番ね。えいっ、隙ありです。そこだ。俺の番だな。いいわ。やあ！お聞きなさい。青き深淵のアリア。人は皆誰もが枷あるトガ人。怒り、嘆き、苦しみ、恨み、ご覧なさい、深淵はすぐそばに。耐えてみせるがよい。
行くぞ。せい。バンド連れてよ。無は有にして、有はまた無なり。登場ってな。ほら、そ
こだ。続きます。さて、一緒やるか。切り刻め暗黒の刃。あの世へ行きな、ヴォーパルスレイヤー。よし、ごめん、お願い。あとは任せな。せいぜい楽しむとしようぜ。捕らえた、トライアント。仕込みはバッチリだな。ゼロレ、しまいだ。いい意味でも悪い意味でも人を導いた。確かに闘争は人を進化させ高みに向かわせる契機の一つだろう。その意味でお前は炎や知恵を人に与えた神だったのかもしれないな。そうだ、その通りだ。我の起動者となればお前も。だが悪いな、ここから先は人の時代だ。お前を生み出してしまったサガと向き合いながら高みへの可能性を目指す。さらばだ、いじめるか。魂があるかわからないが、せめて女神のもとへ。
やり遂げたか、ディーン。ああ、なんとかね。でもいつの間にかあなたに気安い口調で喋っているな。何、気にすることはない。もとより14年前は親子だったのだ。テオに託したのは少しばかり後悔しているがな。そこはまあ、テオ父さんの方が付き合いは長いからね。ありがとう。あなたの思いと覚悟が分かって嬉しかったし誇らしかった。でもさすがに親子かな。ちょっと行動パターンが似すぎている気がするんだけど。自らを犠牲にしがちなあり方か。反論はできぬが、お前はまだまだ先が長い。己を捨てて他を生かすのではなく、己も他も生かすのを最後まで諦めるな。お前の死の教えも結局はそこにつながるのではないか。そうか、そういうことか。うん、やっと胸に落ちた気分だよ。行くんだな。ああ、ここは狭間、かりそめの開口でしかない。だが会えて嬉しかったぞ。ああ、俺もだよ。ミリアムにクレア、レクター、ルーファスにもよろしく伝えてくれ。それではさらばだ、息子よ。さよなら、ギリアス父さん。教官、終わったのね。ええ。結社も去ったみたいだね。おそらく地上を覆っていた黄昏の呪いも消えたはず。それはそれで大変なことになりそうだけど。ああ、帝国軍や千の陽炎でも間違いなく動きがあるはず。今頃ヴァンダイク元帥やカシウス中将が動き始めているかもしれませんね。リーン、その髪。そうか、呪いが消えたから。ニエとしての変化も元に戻ったというわけか。
官といえば黒髪ですよね。そうね。少しばかりビジュアルが被ってたからな。最後に戻ってくれてよかったぜ。あ、そうか、黄昏が決着しちゃったから。分かってはいたけど。ああ、最初から言ったように単なるボーナスステージだ。2年前みたいに締めっぽいのはなしにしようぜ。そうだね。ミリアム、ミリアムさん。前にも言ったように、今の僕は総国のために作られた剣だからね。実体のない概念兵器みたいなものだし、儀式が終わったら消えるってわけ。ミリアム。お姉ちゃん。そんな、でも。くそ。何、そのように諦めよくする必要もなかろう。バリマール、オルディーネ。来るがよい、我が腹からよ。最後の刹那、去りゆく前に集おうではないか。よかろう。承知しました。大いなる位置を倒したことで元に戻った。うん、その通りだ。まるで長き夢を見ていたかのようだな。ですが、七の総国は果たされ、大いなる位置の呪いも解けました。クロはあの末路をたどったが、今はそれをことほぐことにしよう。壮観極まりないが。条件は揃ったようだね。父様。やっぱり他の連中と同じく不死者の身だったのね。ああ、それが長としての人格を完全に受け継ぐ条件だったからね。すまない、アリサ。ようやくちゃんと話せたばかりなのに。だが最後に二つばかり、研究者としての成果を示そう。デウス・エクセリオンよ、大地の眷属の長として要請する。大地の至宝ロストゼームのサクラメントプログラムをブート。残留エネルギーを生体素子に変換。合わせて概念空間の剣を実体化せよ。ええ、そのまさかね。暗黒時代の魔導士たちが追い求めてやまなかった禁断の領域でも、女神の二つの至宝の最後の力を掛け合わせれば多少の無理も通る。そのような裏技が可能とは夢にも思わなんだぞ。やるな、クロノ。いや、フランツ・ラインフォルト。できればあなたにも手伝っていただければと。うむ、もちろんじゃ。デウス・エクセリオンよ、炎の眷属が長として要請するアークルージュのサクラメントプログラムをブート。コンパクト修復されし肉体をなじませ、合わせて剣のコンパクを固定せよ。おお、おお、おお。
あれはまさか炎の至宝に大地の至宝。なんて暖かい。とんでもないわね。キア、もしかしてあれは。うん、キアが雫の目を直したののすごい版みたいだね。なんだったんだ。ったく、今度はスマートにアバヨと行くつもりだっつうのに。で、なんだ、ジロジロと見やがって。一体何が。どうして消えかかってたのが。それにこの髪、体の様子も。黒、血色もそうだが髪も元のグレーに戻っている。やったー、ミリアム。お姉ちゃん、なんかとんでもないことが起きたみたいだけど、なんか眠くなっちゃった。ごめん、ちょっと落ちるね。おい、大丈夫、眠っただけみたいです。概念兵器の実体か。とんでもなさすぎでしょう。おーい、リンク、クロー君も。みんな大人数すぎだろうまくいって何よりだ。父様、バリマール、オルディーネたちも。何せ西方の残された奇跡を合わせたのだからな。まあ、ただ一度きりの反則技とでも思うがよい。ああ、分かったぜ。待って、だったら父様も。父様だってなんとかなるんじゃん。いや、遺伝子情報にコンパクな残留度、この方法は不死者となって短ければ短いほど成功する。私が不死者となって10年、同じ方法は通用しないだろうね。そんな。お嬢様。フランツ先輩。ジョルジェ、言うまでもなく、君はいくらでも間に合う。この帝国を立て直すのに私の分まで礎となってほしい。わかりました先輩。シャノンさん、一度アルベリヒとして君が入れてくれた紅茶をいただいたが、実に美味しかった。これからも妻やお父さん、アリサに入れてあげてくれ。はい、もちろんでございます、フランツ様。行くのか、バカでしよ。ええ、先生。どうかお体にはお気をつけて。アリサも短い開口だったけど、大きくなった君に会えて嬉しかった。どうか元気で。イリーナとお父さんによろしく。私も嬉しかった。愛してるわ父様。
バリマールたちも行ってしまうんだな。たく、自分たちだけでとっとと行っちまうなんてな。大いなる位置を御するのがもとより我らの役目でもあった。それが成し遂げられた今、存在を消滅させるのみでしょう。胸を張るがいい、我が起動者、いや相棒よ。かつての起動者の息子、あがきながらも前に進むお主を支え、成長を見守れたのは得難き日々だった。機械であるこの身にとっても実に誇らしく、胸が躍るような。リリン、私はお前を誇りに思うぞ。俺も楽しくて本当に誇らしかった。ありがとう相棒、お前のことは忘れないよ。そうだ、リーン君、ユーシス君に、アルティナも、落ち着いたら工房本拠地跡、生態研究棟を調べてみるといい。その剣を持ってね。それじゃあ。うまくいったみたいですね。閣下も喜んでいることでしょう。たく、自ら悪役を引き受け徹底的にやり遂げやがるんだからな。ある意味父親としてハマりすぎてたっつうか。まあ寝首もかかずに付き合ったこっちもこっちだからな。生き残っちまったことだし、おっさんの責任は取らせてもらうぜ。ええ、そうですね。ただしレクターさんの方は軽めで、王太女殿下とのお約束を破るわけにはいかないでしょうし。ああ、ふざけるなっての。情報局と鉄道憲兵隊を比べたら極刑になるのは明らかにこっち。いや、おそらく君たちはそう簡単には解放されないだろう。帝国のこれからを立て直すのにね。ヨルムンガンド作戦の中断、恐ろしいほどの混乱が起きるはずだ。停戦交渉に賠償問題、おそらく国内も呪いが解除されて大混乱に陥るだろう。ともすれば帝国という国家がなくなってしまうかもしれぬほどに。そんな中、 TMP と情報局の意義は君たちが考える以上に大きいはずだ。そうかもしれねえな。閣下の戸川筆頭たる私が受けよう今回の騒動、およびクロスベル問題をより良い形で決着するためにも、残された我々はそれぞれのやり方で言ってしまった彼に報いなくてはな。はい。たく、さようなら、閣下。
今までありがとうございました。アバよ、おっさん。せいぜい煉獄で見守っててくれよな。ねえねえ、考え直すとしたらこれが最後のチャンスだよ。っていうか、さすがに思い切りが良すぎじゃないの？いくら結社が来るもの拒まずだからってさ。毒を食らわばというだけですよ。このまま帝国に残っても皇太子たる僕を極刑にはできない。かといって廃着にしてアルフィンか兄上が継いでもしこりとなるでしょう。ならばこのまま行方不明となって帝国から消えることにしますよ。どうやら結社も人手不足の様子。そこそこ腕に覚えもあるつもりですしね。あ、執行者として認められればいろいろと好き勝手ができるんでしたっけ。これを機に帝国以外の広い世界を見て回るのも面白そうだ。坊ちゃんのくせに思い切るじゃん。いいよ、それだったらシャーリーと一緒に行くとしようか。ちょうどベイオールフも来てるし、そのうちパパにも紹介してあげるよ。パパって刀身でしたかって、そういう意味じゃないんだろうな。ええ、お願いします。さよなら、アルフィン、兄上、クルトニ、リーンさんたちも。